サンリオバンデットバイデイライト男とん楽しむソムリエたちの反応集。大まかな説明。サンリオの仲間たちと魔法の世界で追いかけっこ。お気に入りのキャラで全国のプレイヤーとリアルタイム対戦。今一番熱いアプリゲーム。サンリオも e スポーツ参入したいのか？捕まったら首吊るされるらしい。中の人見えちゃうじゃん。メメント盛りできるらしい。サンリオキャラつってエンチテに刺させるの。鬼ごっこ、鬼ごっこです。平和な鬼ごっこ。サンリオの PVP ってワード面白すぎるだろ。サンリオキャラクターに惹かれるユーザー層とゲーム性がミスマッチしてない？ブロック崩しを思い出せ。覇王規定をご存知でない？第五人格だって女性人口が多いんだし、いけるいける。DDD は怖すぎて心臓に悪いからこっちやりたい。DDD は殺人鬼より生存者の方が怖いぞ。屈伸しなきゃ。サンリオキャラクターズが奇跡の対戦。敵の気多いな。総選挙でいつも殺し合ってるじゃん。黒みは普通にナイフ持って襲ってきそう。ゲート前屈伸ハローキティ。肉フックに釣られたポムポムプリンを死ぬまでケバブするマイメロ。切断中バットバツ丸。これを期待していいのか？サンリオミラクルマッチは子供向けだから吊るしたりはせず魔法陣に封印するだけだよ。食材の売りじゃん。まあ吊るすのも魔法陣でエンチテ様に捧げるのも似たようなもんだろ。ちなみに公式だとサバイバーとキラーの呼び方ってどう置き換えてあるの？追う側がハンターで逃げる側はチャレンジャー。サンリオ世界にハンターってワードが出てくるのがもう面白い。煽りマイメロとか出てくんのかな？マイメロを貼り付けにできるのか？キリミちゃんが生まれた理由が本作で明かされそう。魚のケバブうまそう。ポムポムプリンずっとケツ穴見せながら走ってるけどいいんすかこれ。プリンがケツ穴見せなかったら何見せるんだよ。ポムポムプリンのケツ穴釣りたい。活躍するところを見せる？活躍金とかけてるのか。ポムポムプリンのケツ穴をメメントでガバガバにしてー。ポムポムプリンをケバブできるゲームがこれですか？ポムポムプリンはメグ隊だからな。あれ怠慢で殴り合って勝てるサンリオキャラいないだろ。そういうこと言うとすぐリトルツインスターズ出てくるぞ。ラナバウツいないの？ラナバウツと新幹線がスピード的に逃げ足最強だろ。いたら車のくせに知恵な、とか言われそう。キキララさんなら一歩で追いつくし。キキララが小型化してるようにパワーを制限されている。ゴロピカドンとかがこの手のゲームに参戦してるの初めて見た。ボイチャとかあるのかな？シナモロールとかからおっさんの声聞こえてくるの嫌すぎるだろ。シナモンロールさんが気に吊るされるとか全国の女児さん泣き叫ぶだろ。さすがにシナモロールさんを悪役にしたりはできないからバツマルとかを悪役にするのかな。キティを煽るシナモンくんを早く見たい。シナモン仲間たちで枠取りすぎじゃない？ 1 位だからって調子に乗ってない？ルロロマニックも抗議のシナモンの仲間だし、シナモンシリーズでキャラ多すぎ、とは思った。めっぱき相手に屈伸煽りしていいか？めっぱきを合法的に追い回せるのかよ。サンリオキッズとおじさんが絡めることなんてこれ以降ないぞ。キテちゃんのメメ盛りはポップコーンだろうな。出来たてのポップコーン。キモータとメンヘラが交わるとかとんでもない民度だろ。おっさんとメンヘラの縄張りバトル熱いな。ハンヨドンで人気キャラ借りたい。ハンヨドンのメメントがキャラクター丸の見せつ好き。一番キラーに向いてそうなハンヨドンを初期実装しないミス。笑う女がハンターで実装されてほしいよね。ハンターで笑う女追加してほしい。笑い声ありで。複数キャラ含めたマルチに見せかけて1対1だから自チームのその他キャラは CPU だよこれ。確定ガチャかわいすぎる感想しか出てこない。毛の生え損なったキテちゃんみたいなのかわいい。ガチャでダブったキャラが爆発して石に変わる演出怖すぎる。YouTube 見る限り男ばっかプレイしてて草生える。男もサンリオが好きなんだよ。サンリオは女性だけの特権じゃないぜ。ホーム画面でキャラがソーシャルディスタンスなの笑ってしまう。グラ結構綺麗でちゃんとサンリオしてるな。シナモンがポテポテ走って助けに来てるの見えるとすごい笑顔になれるよ。このゲームエッチじゃない？
これやばいでしょ。こうなんかうまく言えないけどやばいよ、これダメなやつ。かわいい。かわいいんだけどそうじゃなくてこう歪んだ感情を抱いてしまう。ハンター側でさ、隠れてるシナモロールにひたひたと近づいてさ、逃げ場をなくすように回り込んで捕まえるとさ、ね。俺にシナモンを捕まえさせろ。シナモロールを後ろから襲いかかるなんて子供たち性に目覚めちゃうだろ。このゲームを始めてやっとちいかわの良さがわかった。なりたい奴がいるんじゃ。こういう風に。捕まってるシナモン見たらその、下品ですが。捕まってイヤイヤしてるのが、多すぎて困る。シナモン可愛いよね。プリン見たくケツ穴見せつけてこないし。逃げ側は捕まると CPU の助け待つだけになるから CPU 操作キャラに仲間助けとかアビリティ持ったキャラクターを選ぶといい。負けたなとか思ってたら NPC が勝ったりするし優秀だな。完全マルチも実装予定らしい。マルチは後日実装らしいけどかなりギスりそうだな。ギスギス仕様が声も聞こえんし今のところチャットもないし見た目はサンリオキャラだ。一人でもチャレンジャー捕まえ損なったらハンターの負けなのなんかこう。これ全員肉入りになったらハンター勝てるわけがねえ。なんで全員肉入り延期したのか遊んでるとわかる。サンリオでごまかせないくらいには憎しみが巻き起こる。キャラが可愛くてゲームは可愛くない。この配布量でピックアップ 0.5% の星3率 3% はやばいだろ。ログボでもらえるジュエルが10とか20とか多くて50なもんだから500ぐらいで10連かなと思ったら1500。ガチャやばすぎない。石全然くれねえ。1対1な上に課金ゲーっぽくて草。1ゲームあたりが短めだから苗落ちすることも少なそう。DVD とか DAIGO とかと比べるとやっぱ制限時間100秒が短い単価すぎる。スキルはもちろん足の速さなんかもキャラで違うらしいから絶対に強キャラ弱キャラが出てくる。サンリオがこんな格差広げていいのか？マイメロの気絶うざすぎる。マイメロぶっ壊れだろな、フシロ。マイメロが害悪すぎる。スタンジャークすぎる。目の前にいるのに何もできん。憎しみの象徴。字面が面白すぎる。ツイッター見たらマイメロのヘイトが高まってきてて草。もうすでにマイメロの耳掴んで地面に叩きつけたいとか言ってるのを見た。黒美様自演はみっともないぞな。黒美様のスキルが弱すぎるぞな。効果時間の微延長を要求するぞな。黒美めっちゃ優遇されてるけど人気キャラだったのか。サンリオキャラで3番目に人気のキャラだぞ。黒美かわいいねー。わからせてあげたい。うさみに仮面様が追加されたら呼んで。頭身が無理だろ。レアリティで格差がありすぎる。サンリオキャラのサジェストに弱いとか人権とか出てきたら嫌だな。何かの間違いで大流行してキャラ性能が総選挙に影響したらちょっと笑う。これはあれだ、ちびまる子ちゃんドリームステージ枠だ。可愛いけどゲームとしてはあっさりしすぎてるな。カメラクソだけどそこまで真面目にやるようなゲームじゃないと思う。このゲームのために有給を取ったのに。これ以外にもサンリオのスマホゲームってあるんだな。なんかおすすめある？商売ロック。マイマイマイ5円やろうぜ。サンリオで輸血をたしなみたいならマイマイ5円でも見てろ。DVD じゃなくてただの鬼ごっこだった。子供のためのゲームにあんまりガチにならないで。ほのぼの干渉ゲーにしておいた方が良かったのでは？あまりにもゆるすぎる。このゲーム面白い？かわいい。調停予算っぽいから末永く続いてほしい。マシュマロにてリクエストありがとうございます。